で、あの海外旅行行った時には何もわからんですね。私本当キムチもちょっとピンとこなかったし、読めないなと思いました。うん、ね。でも韓国実際行ってみると、はい、あの韓国漢字も使ってくれてるんで、そうなんです。結構わかりますよね。そうですね。漢字読みの韓国語もあるんで。まあ新大久保行けばね。あ、そうか。ちょっと今度連れてってくださいよ。雰囲気が。あ、確かに確かに、もう今近いですね。そうですよね。うん、結構日本語と同じ、そうですね。訳したとかね。家族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 。ゾが言えなくてなのじゃないんですね。そう、家族が韓国語なんですよ、ね、うん、ははいっぱいありますよね。いっぱいあります。高速道路が高速道路とか、うん、そうですね、へぇー、コンモンとか、コンモンコンモンとか、へぇー、微妙な三角関係が微妙な三角関係そう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 、ほんとほんと、ほんとほんと、ほんとほんと、これほんとですよね。ほんとほんと、本当本当、ためになります、うん、ためになりますね。どうしよう、今教えに来てくれた人教えるありがとうございます、ね、でも多分本当に言うと僕より全然韓国語できますからね。できません、こんな書けないですもん。アンチョコでちなみに下はマシッタって書いてあります。マシッタってピョンさんの印象です。モシッタ、モシッタ、モシッタ。さっきはちなみにチャングウソクやっていただいたんで、かっこいい。いいチャングウソクやったからかっこいい。余計なこと言ってしまいました。そしてあのチャングウソクのかっこいいとかやってなかったんですよ。すごいな、うん。全然だからなんか今日すごく感動しています。あのね、動画配信されるから今ねラジオ聞いてるだけの方はジムをね見あ見しちゃいましたけどね。見ていただきますよ。大丈夫です、大丈夫です、間違った時はごめんなさいって言います、ね、そうそう、やっちゃったって言えるよ。似合ってるよ、ハンギだ。似てるんですか。ありがとうございます。ミヤネ、ごめんなさい、ミヤネよ、ミヤネ、続きまして、レッスン3、はい、最後ですけどもね、ペヨンさん、山川さん、前田さんが今まで習った韓国語の中で印象に残った文章または単語、ことわざなどがあればそれを紹介してください。またスケッチブックに書いていただければと思います。 あのね、ハングル文字を書けなくてもなんか音でもいいですよ。あ、大丈夫ですか、ね、日本語表記で文字でいいです。どんなのあるんだろうね。ちなみに韓国語で八方美人は太宰多芸という意味だけど、うん、八方美人の八は八方美人なんですか。パルパンミー、パルパンミー、うん、パルパンミー可愛いですね。可愛いかな、パルパンミー。タイトルパルパンミー、パルパンミー始まりました。パルパンミー、ちなみにあの微笑みの貴公子わかりますか、ピヨンさん。微笑みと何て言うんですか。味噌焼きゴンザです。味噌焼きゴンザ、美味しそう、美味しそう、美味しそう、なんかね、味噌焼きみたいなねゴンザ、ちょっとなんかなんかわかんないけど、あのなんか東北の方のうどんみたいなね確かに、うん、美味しそう、あったかそう、グツグツしてる、ね、色が一緒なんですか、なんかおじいちゃんとか雪の中で味噌焼きゴンザってこったからあったかなですよ、ね、ネタが来てる、何何何ってなってね。おっと、もう早々と皆さん書いていただきましたけども、じゃあ今度は、山川さん、前田さんから紹介していただこうかな、はい、お願いします。じゃんじゃん、お、こう、女性をおかわりくださいおかわりが、いっぱいおかずが、おかわりください、こう、女性をこう、女性を、もっとください。もっとください。おかわりが出てきます。なんかあのハングル語じゃあまり見たことないですけど、とが入ってます。との逆が入ってますね。なんていうの？その最初の字のやつ、カタカナのとの反対向いたやつが。ああ。なるほどね。とを裏返したみたいなやつ。と受せよ。おかわりください。うん、いいですね。便利。うん、受せよってのすごい便利なんですよね。受せよってください。だいたいあの、うん、韓国人、受せよって言っておけば何かしてくれるんで、ね、まあ、そのシリーズで僕も書きました。おお、じゃあピヨンさんお願いします。かか受せよなんでみんな笑ってるんですか。どういう意味。いいですね、このアウェー感マジマジ、ね、
要はあの価格は価格ですね。安くしてよ。そっか。カルさんですね。安くしてください。下げ術だよこれ。ちょっとじゃあ、うん、旅行行った時に役に立つ言葉ですね、両方とも。そうですね、うん、キムチも役に立つ、ね、キムチもね。キムチ主せよでキムチください。キムチ主せよ、何でも主せよ。そう、メンチ主せよ終わったらビール来るし、うん、でもカカ主せよはあの基本的に向こうってその割引、あの交渉して割引をする文化があるので、あるんですね。だから大体そのままついていけるかと買ったら、日本人は金持ちだねっていう風になっちゃうんで、急にかかちせよって、もうお金ないお金ないって。でも全然、だからそう言うのが当たり前みたいなところってあります、うん、あるみたいですよ。うん、そういう、そういうなんだろう、交渉みたいなの好きなんですか？僕はあんま苦手なんですよ。あ、そうなんですか？意外と。あの、根が貧乏人だから、あの、お金ないって言うと、あ、本当にお金ないなってなって、ちょっと落ち込んじゃうんですよ。あ、そうなの。韓国へは何回ぐらい行ったことありますか？トータルで20回ぐらいですかね。ま、すごい。お二人どうでしょう？私は15回ぐらいしか。結構行ってるじゃないですか。じゃあ軍絡みで。僕なんか仕事で行ったりするから、あんまり韓国そのものを味わえずに、ポイントポイントでロケして帰ってきたりするんで、あんま知らなかったりするんですよ。あ、多分僕より全然詳しいと思います。詳しくないですね。そっかそっか、仕事だとやっぱりね、自由にあんまり行けないしね。そうなん、そうなんです。レモンさん、韓国へは行ったことありますか？あ、あります、あります。住んでましたから。あ、韓国に住んでたんですか？10ヶ月ぐらいですけど。へぇ、いやいやいや、あ、じゃあもうもしかしたら今一番ペラペラなんですか？そうですね。ちょっとなんかありますか、今のこの印象に残った言葉やことわざ。そうですね、教えてください、ね、恥ずかしいですよね。いや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 、なんか嫌なやつじゃないですか。今非常に僕らね、自分よりできる人に対して韓国語を教えるなんていう、ひどいですよね。韓国語せよってなんだっけと思って、よくくださいだったかな。恥ずかしい思いをさせといて自分は言わないってないですよね。なんか書いてくださいよ。いやー、でも私も忘れちゃって書けないですね。いや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 、どうしよう。ひどい、こんな展開になるなんて予想もしてなかったんだけど。こんなゲストに行っちゃうんですけどね。書くのはもう忘れちゃったんで。あ、じゃあ言ってくれますか。言った言葉で、お願いします。なんだっけな、あ、全然面白くないんですけど、なんかピンドゥンピンドゥンっていう言葉があって、ピンドゥンピンドゥン、そう、なんかゴロゴロしてるっていう意味らしい。びっくりした、いや、ね、僕はあの商売とかにも出てるんで、ちょっと水商売もかじってるんですけど、うん、ピンドゥンピンドゥンって言ったら多分これで16万いっちゃうんで、ちょっと待って、ピンドゥンピンドゥンになっちゃいますんでね。ピンピンドゥン、2個に頼んだら大変なことになりますからね。これ覚えられそうですね。覚えられそう。あ、じゃあぜひ覚えてください。まあなんか友達が何してんの、そしたらピンドゥンピンドゥンしてるってよく言ってたから、ああゴロゴロしてるっていうので覚えて。かわいい音。確かそうだったと思うんだけど、間違えてたらごめんなさいね。いや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 、これね、聞いてらっしゃる方は自己判断で使っていただきたいですね。え、私も一個知ってますよ。あった。じゃあぜひ。チャルチャ。あ、チャルジャよ。チャルジャ。バイバイ。あれ、あ、頑張ってってなんて言うんでしたっけ？よろしみはせよ。あれ、チャルジャはあれじゃないですか？中国語じゃないですか？違う違う違う。じゃあそんなこと。加える油で。あ、それジャーヨーです。ジャーヨーか。あ、何も知りませんでした。チャルジャってバイバイじゃなかったっけ？あの、どうも、何て言うつもりで言ったんですか？お休みでしたっけ？あ、分かんない。お休み、それです、それです。なんか寝るときにチャルジャヨー。あ、やっぱそうですね。中級ですよ。うわぁ、先生、よかった。ありがとうございます。助けてもらっちゃった。よかったね、チャルジャないとこだった。中国語だもんってなっちゃった。危ない。いや、頑張れって言うから、なんか、そういえばって思ったんですけど、そんな言った僕も間違えてる。どんな考えだったけどね。ああ、もう恥ずかしい。ね、本当にね、聞いてらっしゃる方は自己判断でよろしくお願いいたします。うん、あ、チョアヘヨドットコムが公開収録をしています。皆さんお疲れ様です。すごいですね。本当になんか、なんていうんですかね、このバカをさらけ出すみたいな。私がチョアヘヨドットコムの公開
回収録をしておりますです、うん、はい、よろしくお願いします。結構こういうね、収録ってやっぱりその正しい情報を伝えなきゃいけないっていうやっぱり、ね、中で、不安ながらを出すっていうね。ね、これなかなかいい立ち位置だと思うんですよね。そうですね、うん、だから、ね、下手に僕らがなんか間違った発言をしてもこれ違うんですと、食べたのこの味なんですよっていう、まあ、そういうカラーだっていうので押し切っちゃうっていうのがね、うん、まあ調和のいいところなのか、ね、はい、じゃあまあよくわからないですけど、一個ちょっとピョンさんに私リクエストしたいんですけど、何でしょうか、冬ソナのね、ピョン様の甘いセリフをちょっと最後に言ってほしいかなっていう。ピョン様の甘いセリフですか。はい、なんかありますか、ジジュに対するなんか特にないですかね。ケメが迷った時は僕がケメダを取られすぎになるよ。うまいね。私受け取りました、ね、まあ、意味は分かりませんけども、いやいや今ロックでしたよね。本当に僕よく分かんないんですよ。よかったですね、聞けて。ちゃんと韓国語も聞こえてたよね。いや似てる似てる、もう発音とか完璧。あと何かの冬空のインセリフ、あ、おめでとう、大当たりだよ。それはパチンコだよ。あ、そういう風に言うんですか。これね、いいセリフですよね。嬉、ね、しい。それ日本語で言ってくるんですか。日本語で言います。だから萩原さんが言ってます。あ、声優さんが、が言ってると思うんですけど、僕はなんか4つまで言ってるって言ったから、それ言ってないでしょうね、これ。いいセリフですね。ね、ね、あ、でもありがとうございます。はい、ではそろそろお時間ですので、ミニ韓国語講座は以上になります。はい、ありがとうございました。ということで、来週国際交流公会の山川さん、前田さんでした。ありがとうございました。ということで、はい、そろそろお時間の方近づいてまいりましたが、ね、ピンドンピンドンですね。ピンドン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 したいな。したいね。うわぁ、豪勢ですね。ねえ、なんかそんな感じ。ちょっとこれ覚えよう。あ、覚えてください。ちょっと心配なんで後で調べますね。ちょっと後でメールしますんで。はい。